ジー先輩です。ノクタン。ジー子だよ、ノクタン。ここから左に戻ると、遠回りしないとここに戻ってこれなくなるので、ふざけていかないようにします。そうか、その段差が上がれないからね。はい、前回と同じ道のりを歩くことになります。お、一発で壊せた。レベルは適正ってことね。だけど敵は一撃じゃない？そうか。え。あ、上にワープしただけか。プレイ中はまだ出現方法が完全には分かってませんが、おそらくしゃがむことで正解でしょう。攻撃する必要はないのね。はい。え、普通の人？なるほど。それを教えるだけのために、こんな化け物がバッコする橋の上で待っていたんですか。怖すぎるね。あの人の方が化け物級に強いかもしれませんよ。半魚人が上がってくるってことは、この下はすぐ川なのかな。それかものすごいジャンプ力家だね。ビヨーンって飛んできてるとしたら面白いな。オーブは一発で壊せたけど、これからは敵が一撃で倒せないこともあるんだな。そのようね。それかすぐにまた新しい鞭が手に入るのかも。あ、その線もありましたか。勝手に倒しててくれる。ジャンプの多いこういう地形の方が盗賊が活躍できるな。投げまくるからね。その代わりろうそくも壊し放題です。コインは消える危険性があるね。仲間としてよくいる盗賊ですが、考えてみればただの犯罪者ですからね。すっと受け入れてしまうゲーム脳がやや怖い。確かに。おや？村だね。いやいや、廃墟だってさっきの猛者が言ってましたけど。そういえば？あ、なるほどね。皆さんももうお気づきですね。家の中にトゲまであるし。怖い。話が矛盾してます。確かに一見平和そうなんだけどね。つまりこれは、幻の村ってことでしょうね。この人たちは実は化け物ってことかな。それかただの幻を見ているだけか。一斉に襲いかかってくるかもしれないので怖いですね。それありそう？え、あ、ほんとだゾンビが。まさか、このゾンビが普通の人間なのでは。あ、幻覚で逆に見えているパターンね。そう、攻撃したらダメってやつ。こういう構造は最初の村っぽいな。あ、普通にダンジョンに入っちゃった。この先には魔物がいるんだね。普通の人間を閉じ込めているとかではないのかな。間違って攻撃しないように盗賊は外しておきます。いいね。うお、びっくりした。何かを伝えようとしている。導いてますね。おお、ここは先ほどの階段のあった部屋。やはり味方のようだな。その先に真実があるんだ。ちょっと待っててくださいね。もう少し周りを見てからにします。このままいたらきっと危ないことになるんだろうな。そうだよね。このまま出ると？あ、ループした。ほんとだ。なるほどなるほど。この村に囚われたってことか。投げすぎ。私が攻撃しなくてもジャンプするだけで投げますからね。ある意味とんでもない性格してます。さすが盗賊。オッケー。行ってきますね。帰ってきたら村人たちが変身してそう。あのゾンビが可愛い子になってないかな。まったく。うお？女神像が攻撃してきた。
やはり完全ではないものの、安全だと思っているものが反転している感じだな。悪魔像じゃないところがね。回復薬か。青は全回復なので、今取るのはもったいないな。そもそも全回復してるもんね。はい。どうも消えない気がするし残しておきましょうか。今度来た時も残ってたら嬉しいもんね。トゲ罠と女神像か。あのトゲが逆に安全、なんてことはさすがにないな。今のところ反転しているのは女神像だけだね。やはりここはただのダンジョンだな。たまたま女神像型の敵がいるって考えた方が良さそうだ。そうね。すぐ復活したな。こいつらはそこまで怖くないってわかったので、サブを使うほどでもないでしょう。っていうかそう。鎌も便利といえば便利なのですが、早いことまた十字架を手に入れたいなぁ。あれは強かったもんね。コスパ最強です。よかった、何かありそう。たまにせっかく来たのに何もないパターンもあるからな。で？サブウェポンがあるパターンもあるんだね。よりによって棒眼か。嫌なの。それなら鎌の方が良かったかな。まあドラキュラシリーズでいうところの、探検の強化版と考えれば強いんですけどね。まっすぐだけじゃなくて斜め上にも発射するしね。はい。スピードもあるから使い勝手はいいのかもしれないけど、十字架の強さを見てしまうとなぁ。あれが強すぎたからね。と、そんな感じです。同時に2本当てれば2倍ダメージじゃない？あ、それはそうかも。この天井の大きいブロックには意味はないか。ここが壊せるブロックなのはなぜだ。下にトゲとか。てないし帰る時用かもね。なるほど。トゲに血がついていると生々しいな。一気に恐怖感が増すね。お、緑はありがたい。こういう時に棒眼は貫通しないのが痛い。そうか、鎌は貫通するからね。どのサブも使い方次第ですね。昔別のゲームでサブウェポン縛りでプレイとかしましたけど、使えないと思っていたサブも使い方次第で化けましたから。思った以上に強かったものもあったよね。これ、盗賊だけ起きたり。しないか。ひどいこと試すんだ。ふと思って。ごめんね。結構硬いんだよ。右に行けばいい。結構ギリギリまで傾けないと。戻さないのもコツね。こういうところは倍速でいいか。長いと傾きやすいですからね。限界まで下ろしてから、真ん中付近からはジャンプ。これでオッケー。今上に誰かいたよ。色からして多分仲間でしょうね。え、行かないの？これ、信じてほしいのですが。今回ばかりは気づいていないのではなく、気づいたけど、まあ後でいいか、の方です。なんで？自分でもわかりません。場所的に行けなかったような気がして、そして盗賊で満足してたからかな。とにかく後でいいやって思ったのを覚えてます。変なの。説明なしだと気になる方が多いと思ったので、あえて説明しましたが、
気づかなかった、の一言の方が簡単でしたね。まあでもなるべく正直な方が私は嬉しいかな。そう言っていただけますか。あれ、もしやここって傾ける必要はないのでは。普通に行けたね。最近謎解きが多いゲームばかりしていたので、どこかに謎が隠されているんじゃないか、こんなサクッと進んでいいのか、と不安になります。完全に後遺症じゃない？それだけショックは大きかったのですよ。ショックというか精神的疲労と言いますか。だから単純なアクションになってさらに楽しく感じてたりして。まあここに来てドラキュラタイプだからね。ただでさえテンションは上がるよねー。ほんとです。ちょっと、盗賊さんが勝手に大金を落としてしまうので、拾いに行く前に消えそうです。これはひどい。コントロールが良すぎでは。あ。実は消えてないんです。あ、ボスだ。そうかコマ数の関係で。はい、すみませんが、高フレームレートでのプレイは次次回からとなります。それまでどうかお待ちください。やはり獣タイプだよな。うは？動きが素早い。しかも何あの攻撃。前にいたら避けようがないぞ。やば。おいおい。あんなのどうしろと。常に背後を取るしかないのかな。なに？そんなところに大金が。あ。人の上で踊るなし。え、すぐここから再開できるんだ。しかも、お金も減ってない。ノーリスクなんだね。それは嬉しい情報です。う。どうしようもない。動きを覚えるしかないのか。一定パターンだとしたらそうだね。そっちにも気を取られるとやられる。こんなのインスタントデスモードでどうやって勝つんだろう。一撃死だもんね。引かった。ノーマルでもギリギリだったね。強かったぞ。必死だったけど、弾を消せたりしたのかな。で、そうだ届かないし。見たのに取れない。勝手に開けまくるからな。二段ジャンプ。来たー。そういうことか。やば？ついに来たね。これですよこれ。メトロイドバニアらしくなってきました。これで余裕で取れると。これならボスも楽だったかもね。確かに。さすがに無理でしたけど。これからは世界が変わるな。例えばこんなところも、なんといけちゃいます。すり抜けた。はい、そういう地形もあるようです。そしてさっきのところに戻ってきましたよ。なのにまだ行かないっていう。いやまさかその先がこんなに長いとは思わなかったので、ちょっと様子を見に行こうか、くらいのノリでしたから。あ、そうかこっちは戻るだけだ。よし、じゃあ行きますか。お待たせー。ようやく合流。回復。うおマジかよ。ホラー先に仲間にしておけば。くぅ。ああ、一人しか連れていけないのか。見た目も可愛くていいね。へ。まさかこれを取れと？なんだー。そういうことね。だいぶ隙があるね。よほど安全な場所じゃないとできないな。ただ、時間さえあればいつでもどこでも、全回復まで持っていけるってことか。強すぎでしょ。じゃあ攻撃はどうなんだろう。
魔法とか使うのかな。何もしてくれないっていう。まあ僧侶だからね。完全に回復専門ってことか。普段はやはり盗賊だな。毎回全回復できるのは嬉しいけど、できる限り使わないでおきたいかな。まあそう言うだろうと思ったよ。回復アイテムとか使いたくない人だもんね。まあできる限り、ですよ。その方が緊迫感があるし、見てる方も楽しいかと思って。まあ逆にストレスだという方も多いみたいですけども。回復使えよ、っていうコメントはたまに見るね。これはドラキュラシリーズ伝統の回転床かな。普通に渡る分には大丈夫ですが、このようにジャンプして着地すると落とされます。はいはい。すぐまたジャンプすれば落ちませんけどね。オッケー。お、鍵のついた扉。また女の子がいるかな。これで4人目か。助けに来たよ。大丈夫かい？ひどいことされなかった。見たところ誰もいないからね。18金版だとあんなことこんなことされているみたいだけど。え、なんか言った？いえ何も。あのお墓だな。それで幻が解けるのかな？ありそうですね。お、村に戻ってきたようだな。こんな部屋あったっけ？あ、ここか。そうだ、ここだけはまだだった。怪しいぞ。どっちだろうね、本当の薬なのか毒なのか。多分ここは薬だとは思いますけど。まあ警戒したくなりますよね。このお墓でしょう。よし、じゃあそれはまた次回にしようかな。オッケー。この村がどう変化するか楽しみですね。それでは次回をお楽しみに。ノクターン。また見てくれたら嬉しいな、ノクターン。